あとは、レオさん、リベンジャーズの亜生さんがプレイングマネージャーでカットしてました。やはり選手が監督を兼任するのは難しいのでしょうかぜひ教えていただきたいです。これ、あの、歩夢君の動画にね、出た時まあ、うちに来てくれた時に喋ったのがそのままの回答ですね。プレイングマネージャーは僕無理だと思ってます。これは、あの、亜生でも無理って、亜生を評価した上でね。亜生素晴らしい選手だけど、そう、あの、選手ってね、もうみんなもサッカーやったことは分かるけどさ、常に次考えなきゃいけないじゃん。今のサッカーなんて特にね、相手からのプレス激しいから、 相手が突っ込んできたところをどうかわすか、突っ込んでこないんならどうするかみたいなことを常にやるわけじゃないです。なんで、ネクスト、ネクスト、ネクストなんですよ。もう次、何、次、何、次、何だよ。でも監督っていうのは、今まで起きたことから次どういう手を打つかっていうのを、ゆっくり過去振り返りながら、次の手を考えるんですよ。ってなると、同時進行でその頭を動かしながらプレーするっていうのは不可能ですね。戦略性が重要だから。選手は直感的な感覚が重要だから。フィジカルと。 でねあの、僕がリベンジャーズでしてた仕事で言うとね、あのその戦術全般だったらビデオ編集したり練習メニュー作ったりとか、だって、ね、リベンジャーズやってた時、僕、顔色悪かったじゃないですか、普通に。リベンジャーズの練習行って、シュワーボー行ってとか、嫁さんもね、僕が、ね、あの機嫌悪くなりやすくなったって言ってましたし、当時まあ、それでやってたのを同じクオリティでね、亜生は当然頑張り屋さんだからやろうとすると思うんで。うん、でもまあ 同じクオリティと同じ監督みたいじゃなくて、一人のリーダーとして力強く振る舞えば、まあ、アセの場合実績もあるしね、プレーで見せれるから、やっぱ男は喧嘩強い男好きじゃないですか。っていうとね、サッカーっていう喧嘩の強さがあるから、アセに。アセは、まあ、アセが思うように、思うままにまっすぐに進めば大丈夫だと思いますけどね。アセが頑張り屋さんだからこそ、あの、ね、ポジション引き受けてやってると思うんで、まあ、何をできるわけじゃないですけど、応援してます